皆さん、おはようございます。マーティン、ダーの目黒、金田です。大相撲、あーえっ、ー、と、琴桜が、えー、負けてましたね、阿炎に、はい。阿炎はこれで二桁伸ばしましたね。大野里が勝って、今、単独戦闘になってます。今日、大野里勝てば、小結びとして初優勝。そして、自身初優勝と小結びとして初優勝。まあ、負けになってからも初優勝ですね、早くも、はい。万が一負けた場合です、はい。えー、大相撲、ともえ戦ですね、はいい、最大4人の優勝決定戦、過去にあったのはね、はい。 まあ、そうですね4敗で並ぶ可能性があるのは豊昇龍か琴の勝者勝った場合の大栄翔で最大4人のトーナメント4人を優勝決定戦過去にケ、えー、けーの武蔵丸海王横綱高野花12勝3敗で並んだそうですねはいその結果は、えー、高野花ですねはいあとは過去にも、えー、49年夏場所以降花 去年秋場所、貴景勝、最後に過去4例、4つの例があるそうですね、友も戦。いやー、わからないですね、はい、トーナメント方式、いや、大の里が決めてほしいです、以上です、バイバイ。